オーグダニに,による、証明の抜粋。オーグダは、定理証明機、すなわち数学的な証明を検証する、コンピュータプログラムであり、ペール・マルティン・レーフの語り論の一種における構成的、証明構築のための対話的システムである。機能的には、依存系を持つ関数型プログラミング言語であるとも、見なすこともできる。1990年代より、チャルマース工科大学で、 主に開発されている。他の定理証明支援系ではスクリプトによってタクティックを指定して証明を操作するのに対して、オーグラでは証明をコートして表し直接操作するというアイデアに基づいている。言語はデータ型やケース式、シグネチャやレコードといった一般的なプログラミング、構成概念を持つ。EMAX インターフェースを使って対話的にコードを作成できるほか。 直接コードをコンパイルする処理系の開発も進んでいる。オーグダは当時チャルマース工科大学で開発されていた依存型理論をもとにした証明支援系やプログラミング言語に続いて開発された。2000年代の半ばに大幅な改良が計画されオーグダにとして実装された。オーグダにはウルフナールによってチャルマースで開発が続いている。 インスタンス導出、文脈から推論できるときは省略できる暗黙の変数など、構文は、オーグダ1から変更されている。オーグダには、より可読性の高い証明を得るための方法として、ユニコードが広く使われている。オーグダには、誠竹山とニルス・アンデルス・ダニエルソンによって、開発された、コマンドラインツール及び強力な EMAX モードの、両方を提供する。 オーグダ実装者会議が定期的に開催されている。会議期間中は、コードスプリントと呼ばれる共同作業に多くの時間が割り当てられ、参加者は小グループに分かれて、オーグダの機能拡張、ドキュメント整備、ライブラリー作成などを進める。オーグダにはエピグラムに似ている。リリースノーツ4オーグダバージョン2.6、1.1。 2021年1月16日閲覧。ありがとうございます。